とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。防具に、クールダウンは必要ない。ということですね。これ結構衝撃だったんだけども、実際試してみました。この防具、クールダウンついてません。クールダウンは何もついておりません。これで行くと、ちゃんとね、ぴょんぴょんできるのよ。ちゃんとぴょんぴょんできる。でもね、これ条件があって、ショート棒だね。ショート棒、パープルストーム、機械仕掛けのショート棒、そして普通のショート棒と、愛のスペル棒。それだったらば、可能みたいですね。うん。でも、大体俺それ使うから、これクールダウンいらないっていう選択肢もありだと思います。うん。ショート棒を使えば全然あり。で、もう一つ条件があって、怒りとは合わない。ですね。最近もね、あんまり怒り使わないので、まあ、それはそれでいいのかなとも思うんだけども、怒りは、一回攻撃して、こう、羽でキャンセルするじゃないですか。それがね、ちょっとできないんですよね。羽が、回復しないので。まあ、周りに敵が何体かいれば、バーストボーストリングで、なんとかなると思うんだけども、1対1で戦うボスとか、そういう時にはちょっと、難しいのかな。うん。ピョンガシン、ピョンガシンっていうのができないので、まあまあ、それは武器を選ぶとして、まあいいんじゃないですか。普通にね、チルゲールナイフとか、槍とかでも全然いけんじゃない？うん。槍とかだったら全然、まあちょっと詰まったりもするかもしれないけども、全然クールダウンなしでも運用できるっぽいです。うん。これは、一つね、選択肢が増えたっていうことで、パワーがやりやすくなるね。今までは絶対、クールダウン、そしてポーションバリア、この2つがついてないと、ダメって思ってたんで、もう意外と、クールダウンなしで、他を見ていってもいいのかもしれません。さあ、今日はね、この、クールダウンなしの防具を使って、クエストやってみましょう。それでは、行きましょうか。今日装備してるのが、これですね。ホークブランド。そして勇者のアーマーですね。ポーションバリア、タンブルビー、サプライズギフト、さらに、マルチロールがついております。クールダウンなしですね。でもね、このタンブルビーがいいんだわな。タンブルビーがめちゃくちゃ使いやすいのよ。いいね。これは結構楽にいけると思う。うん。いや、楽勝だもん、なんか。でもすごい楽勝なんで、いいね。で、サプライズギフト、いいね。弓が、どんどん出る。あ、これはもうさ、あ、まあ、もうちょっと、矢を集めたら、バーストボーストリングが入ってるやつを、使おうかな。の方が、このクールダウンなしとは、向いてそう。凍結が良くないな。凍結になると。そうね。まあまあ、それは、他の装備してても一緒か。動きがね、格段に落ちるね。こっちなんかいそうだね。いた！キャプテン発見。よし。あー、なるほど。わかった。あのね、クールダウンが、ないからさ、ドラがあまり使えない。うん、もうちょっとね、じゃんじゃんドラを使っていきたい人には向いてないな。ああ、あとあれだ。カバンビルドとかブラストビルド。あとはパワーシェイカーを使うレイピアとか。その辺ともちょっと相性が悪いかもしんないね。相性悪そう。と、あと、羽を使わないやつ。俺が最近使ってる、ハープクロスボウプラス槍とか。あれも向いてないかな。いるでしょう。いないんかい。ここ大体いるんだけどね。やっぱハープクロスボウと槍のやつは、クールダウンショットがないんでね。あれだったらば、ちょっと難しいかな。ちょ
っとあれだわ、雷の矢筒が。おーし、ショットを受け、クールダウン30秒もろにかかってくるんでね、そこがちょっと厳しいかな。オッケーオッケー。でもまあ装備選びはちょっと選びますけども、使えるには全然使っていけるね。うん、いい装備では全然使っていける。とあとあれだね、タワーの源泉が簡単になる。うん、タワー源泉は簡単になる。おい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 、えらいこっちゃ。ドラドラドラが全然出ない。ダメだ、ちょっと待って、ドラドラ、よし、オッケー。タワー源泉、今まではねクールダウンとポーションバリア、これセットでっていう風に考えてたんだけども、まあ、それじゃなくていいってなるならばちょっと厳選は楽になるかな。うん、ちょっと厳選難易度は下がりそう。 OK、 これぐらい弓を持ってれば、弓じゃない、矢だね、矢を持ってれば問題ねえかな、使っていけそう。あー、なるほど、ドラが欲しい、ドラがものすごく欲しいね。中間地点到着。あ、一応あれだね、怒り使ってみようか。怒りで、敵がいるときに使えば使えるか、ちょっとそれもちょっと試してみよう。使えない使えない、ダメだ。あ、怒りはねやっぱ向いてないわ。うん、あの羽キャンセルができない。キャプテン発見、いるぞ、どこ、ちょっと待ってよ、いた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 、発見、よし、ドラマ入った、あぶねあぶね、よし、次は何、うわ、もう最悪じゃん。プレイヤーダメージが 40% 減少してプレイヤーの HP が 60% 減少、これ厳しいっしょ。なんでクリーパーに変わるってやつがついてんの？あ、わかんない。多分そうだな。あれ、もうキャプテンいないかな？おいおいおい、えらいやつがおるぞ、ここ。いった！ポーションバリア使ってこの痛さかい。まあ、仕方ないな。HP 減りすぎてるからね。いった！やばいやばい、クリーパーのダメージが半端じゃないわ。ここはちょっと蜂に頼むしかねえな。 OK、 よし、なんとかいけた。ちょっとタンブルビーで稼いでいく気はない。でいないね。できればキャプテンあと1体いてほしい。あー、止まるな、あぶねー、もう一体いてほしいね。やばい、攻撃が止まった。アイテムを取るとね攻撃止まるんだよね。それはなんとかしてくれ。オッケー。あー、キャプテンはいなかったですね。でもまあ行きましょうか、カモン、倒していきましょう。おお、きついね、きついよ。うん、これはちょっとパワーポーションないときつい。凍結もついてるしね。凍結がつくとあのね、羽ピョンでのクールダウンが効かない。これもきついな。その制限もなかなか厳しいよ。よし、オッケー。やばいやばい、あー、使ったっしょ今、ギリ使ったよ、ギリギリ使ったでしょうよ、シビアだな、うお、きっつ、きっつい、あぶねえ、ちょっと待てよ、よし、うお、あー
ということで戻ってきました。今日はやられちゃいましたね。ということで今日はコメントありがとうございました。クールダウンは必要ないっていうことだったんですけども、装備によるというところでしょうかね。弓はショート棒、これが絶対必要ですし、武器も合う合わないがあると思います。怒りなんかは合わなかったね。ただ、足を止めて攻撃ができる、普通の装備、ホークブランドとかもいいし、あとは、誕生と終焉とか、まあ、そういうのとも相性はいいと思います。うん。あと、あれだね。羽ぴょんをしない装備とも、ちょっと相性は悪いかなと思います。まあ、ただ、使えるやつは結構あるので、タワー厳選は、それを考えていってもいいかもしれません。クールダウンなしで、ポーションバリアさえついてれば、あとはね、ちょっとなんとかなるので、それで使っていける武器っていうのも、今後出てくるかもしれません。装備厳選していけばね、かなりいいと思う。うん、使えるやつではね、ポーションバリア、タンブルビー、そしてヘルスシナジーと、デスバーターぐらいかな。そのあたりと組み合わせると、だいぶ使えるやつになるんではないでしょうか。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。